トゥワイスもいいけどブラックピンクも好き。どうも中川です。トゥワイスの新曲非常にいいですよね。何回も聴いています。さあ今回はブッチャートガーデンに来ております。こちらは東京ドーム約5個分の広大な敷地に700種類以上の植物が植えられ、年間100万人以上が訪れるビクトリアの一大観光地になっています。まずはディズニーランドに似たゲートをくぐり、バーコードリーダーの位置がわからない。初デートではぜひ気をつけたいところ。ちなみに入園料は1人36ドル、彼女の分も払うとしたら72ドル。スマブラが買える額になるので、お花に興味のない芋男子は即刻退場した方がいいでしょう。広いエントランスを抜けてブッチャートガーデンの入り口に到着。入り口を出たその先にはもう花花花花一面花だらけ。ちなみに花々の代表曲はさよなら大好きな人、キロロの代表曲は未来へなので、混同している人はこの機会にしっかりと覚えてください。ブチャートガーデンには大きく4つのエリアがございます。まずは1つ目のエリア、サンクンガーデン。ご覧ください、この景色。インスタでもこのような写真を上げました。そしてこれが着物旅のもう一つのメリット。皆さん本当に着物をよく褒めてくれます。コロナ禍ということもありアジアンヘイトを恐れていたのですが、今のところカナダの方は皆さん綺麗だかっこいいとたくさん声をかけてくれます。 Yes, from Japan. Wonderful. We are living in Vancouver now. Oh, beautiful. So, yeah. You guys just arrived here. May I take a photo? Yes, sure. Why not?Oh, I appreciate that. Okay. Are you okay being on camera? All right. 海外でコミュニケーションを取りたい人はぜひ着物を一着海外に持って行ってください。撮影できてないだけで本当はもっと多くの人が話しかけてくれてます。以前も何度か下駄を褒められたことがあります。その時も興味津々でした。お次は日本庭園エリア。日本で散々写真を撮ってきた我々にとっては少し物足りない印象、しかしながらビクトリアで日本を感じられるとはさすがです。最後のエリアはイタリアンガーデン。さてここでインスタの宣伝をさせてください。まずは入り口のショット、そして次なる映えスポットを探していく。そしてもう一丁ということで、散々写真を撮ってブチャートガーデン観光終了。さあ日も暮れてきた。バンクーバーへは船で帰るので早めに港に着きたいが、バスの乗り換え場所が不安すぎる。これはバス停と言っていいのでしょうか。おーすごい、着いた。安心しました。なんやかんや無事港に到着し乗船。陽子さんはブルーベリータルトを頬張るようです。さあ船から降りたらあとはバスで帰るだけ。最初の我々の海外着物旅、いかがだったでしょうか。これからも海外を着物で飛び回るカップルとして活動していきます。着物の素晴らしさを伝えていければいいなと思いますので、皆さん引き続き応援よろしくお願いします。ではまた。毎度おなじみチャンネル登録の時間です。さあ季節も秋めいてまいりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そういえば YouTube にはいいねボタンというものがあります。押しておいた方が良さそうですね。ちなみにですが、我々 Twitter、インスタ、ノートもやっております。特にインスタについては彼女が運用しております着物ジプシーズ、こちらを検索してください。動画に載せたような映え写真を見ることができます。それでは皆さんまた次回。